大人の遊びをしようじゃないか。デバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。えー、さあ、デートレなんですけれどね、やっぱりね、デートレはタイミングがね、すべてだなということでね、ライブ放送終わるときにね、レバナスさんと5.18で買おうかということで終わった。差し入れます。バイバーイという、ね、ことで終わって、その後、YouTube とかのね、雑用しててパッと見たら、えへ まさかの、てんてんてんというね、えー、ことになっております。これは本編の方でね、えー、説明させていただきます。さあ、えー、ナスダック103倍ブルの方が売却完了いたしまして、これ、約定したのが16日で、そして引き渡し日が19日ということで、ブルースカイさんの方からもお金使えるの19日じゃないですか、ということをね、教えていただいていたんですけれど、どうやら今日買い付け可能額というのをね、えー 確認しますと、もうすでに反映されてるんですよね。ひょっとしたら今日ね、買えるのかなと。そうなると、16日に約定したものっていうのは、17日にお金は使えるということになるのかどうか。まあ、こちらの方もね、ライブ放送の方で確認、ね、していきたいなと。この時間帯はまだね、楽天証券の方ではね、米国株式の発注ができないでね、試せないということになっております。さあ、SOXL、テスラ1.5倍ブルなどを使いましてね、まあ しっかりとドルを貯めていこうというこのチャンネルです。今日も始めていきましょうスタートですはい、私のチャンネルではね、いろんな知識を入れていきましょうということでえ説明欄にね、無料で読める書籍、もしくはね、レポートの方があります。その一つが EV 戦争の覇者ということになっておりますのでね、まあ最近ちょっとね、テスラがね、難聴だなというところがあるんですけれど、ままあ、この辺のね、知識も入れていただければと思います。あと一つがね、 やっぱりね、投資はメンタルだなということがありますので、えー、こちら2冊の、ね、魔法のノートということでね、これを使うことによって、まあ、メンタルが、ね、強くなっていくというような感じの、ね、書籍ということになっております。まあ、これらの、ね、書籍の方を使って、まあ、ソクル、レバナンス、それらのレバレッジ型の投資っていうのは、ね、成功するのかっていうとね、いや、そういうことはないんですよね。はいですけど まあ知識として入れていただいておけば、まあ、何かの時にに、ね、役に立つんじゃないかということで、まあ、ソクルとかレバナス投資っていうのは、ねまあ、うちのチャンネルを見ていただいていれば、ね、全て完結するということになりますので、まあ、こちら、ね、あの雑学、知識として入れていただければと思います。私自身はあの信用取引とか CFD って世の中にねたくさんありますけれども、私は米国の現物の株式の取引。 こちらの方ししか推奨しておりません書籍の中にはね信用取引とか CFD を進める、ね、書籍もありますけれどそのあたりのことは飛ばしてくださいと、ねえー、いらない部分はカットして自分にいる知識だけを、ね、どん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 知識不足、ね、してください説明欄に URL ありますのでお好きなものを、ね、選んでください この番組はね、入金力を労働収入から資産収入へシフトしていこうという番組になっております。どういうことかと言いますとね、まあ今まで一生懸命働いた、ね、お金でレバナス毎月5万円積み立てっていうのをしていたんですけれど、それをね、一生懸命働いたお金ではなくてね、 SOXL とか、テスラ1.5倍ブルーとか、ラブとか、まあこういう ETF 商品をね、売買して、そのね、差額から出していこうというね、ことになっております。こうなれば資産が資産を生み出していくというね、システムが完成しますので、まあこちらの方を目標にしているチャンネルです。なんとか今年中にね、この毎月レバナス5万円入金っていうのをね、はい、労働収入から資産収入へシフトしていきたいと思います。実現損益。 一ヶ月で1000ドルを達成した赤次には楽天レバナス、ファング、レバレッジファング、こちらの方を均等買いしていきたいと思います。最近ね、このファング指数っていうのがね、注目を集めるようになっておりまして、中国の企業がね、除外されましたので、これがナスタック100指数よりも優れているんじゃないかというふうに、巷ではではやかれておりますので、 だったら試してやろうじゃないかということになっております。えー、ただし、今まではこの手の企画っていうのは、えー、労働収入からのお金に頼っていたんですけれども、もうそれはやめます。えー、こちら、えー、実現損益1000ドルね、達成した月のみね、購入していきたいかなというふうに考えております。 さあ、えー、テスラ1.5倍ブルなんですけれどね、えー、どうやらレンジに入ったんじゃないかということで、レンジに入ったんだったらリバランスかけれるよというような、ねえー、状態になっております。えー、こちら、テスラ1.5倍ブルの、まあ、冷やしの方の、ねえー、チャートになっているんですけれど、まあ、決算終わってから、ね、大きく窓を開けて下落、そして、ねえー、この下落したところでレンジに入っているんじゃないかと。えー、7.8から9.9あたりで、ねえー、レンジをうようようよしているとなかなか、ね、上に上にがってい 上上昇昇しててていい、いっっくれななな圧がね、えー、少ないとということになってます、えー。ただし、この価格帯っていうのは、えー、私のね、今保有しておりますテスラ1.5倍ブル、えー、リバランスをね、えー、かけていくリバランス日和ということになっておりますので、まあ、しっかりとね、はい、1セントでもね、えー、平均取得単価っていうのを、ねえー、下げていきたいかなと思います。 今持っているのがね、まずマネックス証券、こちらで402株持っております。こちらのトータルリターンはマイナス6.7ということで、まあ、前日がマイナス8.53だったんで、まあ、ちょっと緩和していってるかなと。こちらの商品はそのまま据え置きです。そして楽天証券で持っております625株ですね。こちら平均取得単価が9.1135ということになってますので、こちらの方をリバランスかけていこうと。この9.1135よりも 下回った時に、まあ、しっかりと、えー、テスラ1.5倍ぐらい、まあ、30株でも40株でもいいんでね、えー、購入して、そして、えー、自分の持っている平均取得単価プラスね、えー、10セントで、えー、仕込んだ分だけ、えー、しっかりと売却していきたいと。だから625株っていうのはね、常にある状態なんですよね。えー、そして、まあ、30株購入して655株になった、平均取得単価がちょっと下がった、10セント乗った、えー、そしたらまた30株だけ。 売るというねこれを、まあ、連ジ期間中延々とね繰り返していきまして、平均取得単価の方を、ね、下げていきたいかなというふうに思っています。今のところ10.85ドルに達したときに全売りをかけるんですけれど、まあえー、楽天証券のテスラ1.5倍ブルの方はリバランスかけていきますので、まあ、どんどん平均取得単価が下がっていくと思いますので、そうなった場合はプラス。 1>, ね、1ドル73セント、えー、こちらの方になればね、はい、売っていきたいかなというふうに考えております。さあ、5月中に売れるのかどうか微妙ですけれど、ただ、えー、リバランスをかけていくときにも、実現損益どん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 プラスにできていきますんで、まあ、ソクルのデイトレと、えー、テスラ1.5倍ブル、えー、こちらはデイトレになるかどうかは分かりませんけれども、まあ、しっかりと実現損益プラスを叩き出していけるんでね、まあ、こういう リバランスね、かけれるようになった時っていうのは積極的にね、リバランスかけていくと、飲食単価ね、上積みに貢献してくれるんじゃないかということで、テスラ1.5倍ブルー。まあいいところでひょっとするとね、レンジに入ってくれたのかもわかりません。 さあ、そころの方はね、仕入れしましたということでね、これがね、私がマジでね、バカだなということでね、まあ自分自身がね、嫌で嫌でしょうがないと、今ね、めちゃめちゃへこんでおります。まあマーケットがね、開いた時ね、急上昇をかけていって、そしてこの急上昇をかけていったところからね、まあ1時間ちょいぐらいレンジに入ってたんですよね。で、この時にね、もうライブ放送で私はさっさと見切りまして、5.18で購入しますという話 そしたらレバナさんも「私も5.18で刺します」って言ったので「よっしゃレバナさん一緒に5.18でね刺してその後ね購入できたらすぐプラス30銭として寝よう」っていうことを言ったんですよ。言ってライブ放送終わらしてその後ライブ放送終わりますとねちょっと YouTube でカチョ,チョコチョコチョっとね あの設定の方しないといけないんで、そのね、設定する時間ね、ちょっと仕事残ってたので、その仕事をやってる間に、 レンジ終わって、えーって気づいたら上昇始まってるんですよ。で、上昇始まっててどうしようと、もうちょっと待ったら下がるのかなと思ってね、見てたら下がらないんですよ。もう上がっていっちゃったということでね、あーああということで、まあ高いところで購入してしまったんですけれど、私がもしね、レバナンスさんと約束してた5.18で購入してたらどうなるんだということで見ますと、5.18で購入してもね、楽天の場合は0 でセントえこれ上乗せされますんで15.2563になってるんですよね。ここに30セント足しますと15.556ということになります。さあ、SOXL の昨日の最高値はこのね、購入してから、寄り点ではありませんでしたので購入してからなんで15.57なんで、おいおい、デイトレ成立してるやないかということでね、まあこれで余計ショックを受けてるわけなんですよね。 これは何してんだ一日分のね、30ドル稼ぎ損なったわというふうに考えております。 えー、そして私がね、えー、焦って、これはあかんということで、飛び乗ったのが、えー、15.44ということで、平均取得単価はね、これも0.0763、えー、上乗せされましたので、15.5163になっております。ああ、めっちゃ高値、上づみしとるやないかと、終わり値が、えー、15.05ということに、ねえー、なってますんで。 ああやってしまったと。まあ普通のデイトレしている方だともうここではい損切りということで仕切り直しということなんですけれど私のチャンネルでは損切りなんていう言葉は存在しないということになっておりますので SXL は持ち越しということになります。ただここからが真骨頂ということでねデイトレから 短期のお取引の方に引き継いでいきますと。さあ、日足の方のね、えー、チャートを確認しますと、TDC シャルではね、えー、上昇トレンド2位なんですよね、まあ。上髭がたっぷりついてるのが怖いんですけれど、今日も上昇トレンド3をね、 形成していただければ、まあ、上昇していくんじゃないかと、じわじわとその日の、ね、最高値をちょっとずつ更新していってくれるんじゃないかと、な、ま、ん、あ、と言いましても、まあ、14、18のレンジの方は終わってないと思いますし、今ね、13ドル、16ドルの、ね、細かいレンジに分けますと、そちらの方に入ってるのかなと思うんですけれど、まあ、今、上昇をかけててね、ちょっと16ドルまで、ね、上昇頑張ってしようかなと思ってるところじゃないのかなと思ってますんで、 なんとかね、今日売れたらいいなと。ただ、上、ヒゲが目一杯続いついてるんで、ひょっとしたら今日あたりでね、下落トレンドにね、えなってしまう可能性もあると。まあ、ですので、えー、さっさと上で高掴みしてしまったものは、えー、30セントで売るというね、意固地にならずにね、まあ、安い、依存しない程度の金額でさっさと売ってね、まあ、ドルに戻しておきたいかなというふうに考えております。ただね、 万が一、このままね、あの、下落していきまして、ああ、売れないわ、となった時はね、デイトレで損切りするんではなくてね、はい、そのまま保有しておきまして、 え、他の口座で、まあ、デイトレの方を再開するということでね。まあ、座を開けるっていうのはね、本当にあのね、高値を預かみしてしまったときに、まあ、さっさとね、そちらの商品っていうのは見切りをつけて、成熟期間に入っていただくと。まあ、その間、資金は拘束されてしまうけれども、他のね、口座でやり直せばいいと。そして他の口座でやり直している間に、まあ、株価が上昇していけば、こちらの方もね、はい、成熟期間完了ということでね、まあ、売れるということになりますのでね。 まあこれが。 私のね、デイトレから短期取引、そしてスイングトレードへ持っていく、ね、方法ということで、損切りしなくて、これだけけれど、ね、気が見えるんだったら、損切りしたら次の日にもう一発デイトレできるのかなという気がしますんで、まあ、デイトレやってる人がね、どん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 退場していくというのはよく分かります。だって実現損益損してない私でもこうやってメールですからね。今週、ね、まだ月曜日しかトレードができていないといなととうことで になっております、まあもちろんそうですね。月曜日、火曜日とまだ2日ですからね。はい、火曜日は自分で自分をまあ、ミスってしまったということですね。えー、今のところ、えー、今月は239.49ドル、えー、実現損益はプラスになってます。まあ、ただしね、あの実現損益、うちのチャンネルでプラス1000ドル達成するためには、テスラ1.5倍ブル、これ1027株、これね、売却しないといけないんですけれど、まあ、売却なかなかね、えー、できなさそうということになりますけれど、 ナスラック103倍ブルの方をね、企画しまして、資金の方を作りましたので、まあ、その資金を使って、速度のデイトレとか、あとはね、このテスラ1.5倍ブルの625株、こちらの、ね、まあリバランスかけていって、まあ、どん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 実現損益をプラスに持っていって、まあ、なんとかね、625株だけでもね、今月中に売れる、そういう仕組み作りをね、していきたいというふうに思っております。さあ、 えー、今日なんですけれどもね、指数の方は、まあ、住宅関係とガソリン関係というのが出てくるんですけれど、まあ、このあたりでできても株価に対して影響を与えないのかなということになってますんで、それだったら SOXL の場合はね、今14、18のレンジをうろうろしてるだけなので、まあ、昨日、 あんまり思ったほど上がらなかったので、まあ今日もう一発ね、あの上昇していただけるんじゃないかというふうに考えております。まあ下落したときはね、講座書いてデイトレするだけですという、ね、ことになります。先週から今週に入っての違いっていうのは、先週っていうのはね、上値の方がね、15ドル超えなかったんですけれど、今週に入ってからね、月曜日15.14、火曜日15.57ということでね、まあしっかりと15ドル台を超えてきてますんで、 なんとか16ドル台え目指してねえ上昇していただきたいなというふうに思っています。まあただし 月曜日の終値が15.05ということになりますので、水曜日、目いっぱい上に振れば17.45、目いっぱい下に振れば12.64ということなんですけれど、まあ、こんなにね、振る要素っていうのはね、おそらくありませんということになってきますので、今日の回なんですけれど、マイナス1.5で14.06、2.5下落で14.67、4.5下落で14.37あたりなんで、まあこの14.37あたりで見ておりまして、まあ プレマから、えー、そして、マーケットが開始して。 で30分から1時間ぐらい眺めていればまあ、今日のね方向性ってのがなんとなく見えてくるんじゃないかなということでねまあそこでまあえー、基本的にはね決定していきたいとまあ、今日は4.5%もね下落する要素っていうのはないんじゃないかなと思いますねで落ちて23%かなというふうに思ってますまあただねこれはプレまで確認しましょうと、えー、そして売りでの方は買った金額プラス30セントということになります、えー、ただし私の方は渾身のねミスをして しておりますので今ね、えー、保有しているのが15.52ということでね、火曜日の最高値が15.57ということになってますんでね、これ、最高値更新してくれないとね、えー、かなりね、出ないという状態になっておりますんで、まあ、プラス10セント、えー、15.62、えー、こちらの方でね、えー、まずはドルに戻したいかなと、まあ、失敗した時っていうのはね、30セントプレーにこだわることなくね、まあ、さっさとドルに戻して、えー、さらにね、あの下で、えー、入り直せるようにね、まあ、頑張っていきたい。 かなとえー、ただ、今日プレれまで、ねえー、急上昇しているような状態でしたら、まあ、プラス15セントとか、えー、ちょっとね、詰、えー、伸ばすかも分かりません。さあ、LABU、こちらね、デイトレアンドスイングトレードで使っていこうという、ねえー、ことで見ているんですけれども。 とうとうね、上昇トレンドの方が一旦収んシを打ちまして、下落トレンドに入っていただいているということになっておりますので、この下落トレンドが1で終わるのか、2、3、4とつながっていくのかというところは見ていきたいところなんですけれども、LABU がっつりと下げていただいてますんで、あと1日、2日、 トータルで3日ぐらい下げていただいたところがね,次ね、デイトレとかでインするタイミングでいいのかなと、今の下落トレンドから、またね、TDC シャル的にですけれど、上昇トレンドにね、移ったのが確認できてから、まあ、デイトレ用で使っていくのが安心できるのかなと、まあ、一旦ね、上昇していったとしてもね、どこかで押し目はつけますよね、しっかりとね、調整が入って、その後、もう一度ね、高みを目指して上昇していけるのかどうかと。 というところが、ねえー、ポイントなのかなと。まあ、私的には6ドル、9ドルのレンジに戻ろうとしているんじゃないのかなというふうに思ってますんで、ここで一旦下落して、その下落したところが、 まあ、買い頃にね、えー、なってくるのかなということなんで、まあ、今週、まあ、金曜日あたりですか、今日が水曜日ですからね、水木ですか、水木で落として、まあ、金曜日ぐらいで反発するんじゃないのかな、なんていうふうに思っております。そのあたりがね、うん、まあ、木曜日水、えー、金曜日あたりが、ね、LABU、ちょっとね、インするタイミングかもわからないですね。 で、こちらがね、LABU の5分足の方のね、チャートになってるんですけれど、一番ね、えー、見ていただきたいのは、まだね、あの、時間外取引終わってないんですけれど、まあ、時間外取引終わってからもね、このような形で下落しておりますんで、まあ、ちょっとね、えー、この下落っていうのは、今日も続くんじゃないのかな、というふうに考えております。 さあ、DPST の方なんですけれど、まあ、こっちはね、相変わらずっていうような感じでね、まあ、低いところをうろうろしているということで、まあ、前日ね、上げた分をね、やっぱり下げてきているということがあります。えー、ただ、ここでね、えー、うろうろしている間にね、まあ、しっかりと買い集めていくというのがいいのかなということで、まあ、DPST、まあ、4ドル台かつかつあたりで拾っていくのか、 まあできればね、下振れして3ドル台になった時にしっかりと購入していくのかというのがね、まあ、いい感じかなと。まあまあ、DPSD では、ね、あのデイトレはできませんので、まあ、これはスイングトレードというよりは、まあ、長期保有を目指してね、まあ、拾い集めていくというのがね、いい感じになるのかなと思います。 まあ何にしようね、えー、バカの極みというのは私のことを言うのかということでね、せっかくレバノンスさんとね、5.18で刺しましょうって言ってライブ放送終わったんやから、ライブ放送終わった瞬間刺しとけよというね、話なんですけれども。 いやー、ちょっとね、えー、ミステイクということで、まあ今後はね、えー、こういうことを起こさないように、もう同じことをね、2回続けてやるとね、本当のバカになってしまいますからね、1回のミスっていうのはね、えー、次リカバーリーすればいいんですけれど、それを立て続けにするやつは分かった、私はバカだと思ってるんで、私自身がバカにならないようにね、まあここはね、あの、しっかりとね、えー、今日はデートレイにね、活かしていきたいなと。まあやっぱりね、えー、日々勉強だなと思ってます。ただね、速、え、度、ー、を使ったのは、 TDC シ,シャル的にね、上昇トレンドに入っているというのを確認してて、今日も一応上昇してくれるんじゃないのかという期待があるんでね、ひょっとしてデイトレで失敗したとしても、次の日売れるような体制を作っているはずなんで、それが本当にそうなのかというのはね、えー、今日の22時からのライブ放送の方でね、皆さんご確認していただければと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。22時のライブ放送でお会いしましょう。さようなら。